セス・ビー・ニコルソン、セス・バーンズ・ニコルソンは、アメリカ合衆国の天文学者である。木星の衛星4個を発見し、赤外線による天体観測を行った。イリノイ州、スプリングフィールドで生まれた、ドレイク大学で学んだ。1914年カリフォルニア大学のリック天問題で、発見されたばかりの木星の衛星、パシファエを観測中に、新しい衛星、 シノオペを発見し、その軌道の計算で1915年に学位を得た。経歴のすべてをウィルソン山天文台で過ごし、1938年に木星の衛星、リシテア、カルメ、1951年にアナンケを発見した。他にトロヤ群の小惑星メヌレアスなど2つの小惑星を発見し、いくつかの彗星の軌道、冥王星の軌道を計算した。 ニコルソンの発見した4個の木星の衛星は、ニコルソンが命名することに消極的であったので、1975年まで、ジュピター9、ジュピター X、ジュピター XC、ジュピター12と呼ばれていた。太陽活動の研究も行い、定期的な太陽黒点の活動を報告し、多くの日食観測に参加しコロナの明度、温度の測定を行った。 1920年代の初めから、エディソン・プチと天体の赤外線観測を行った。真空熱電体を使って、月や惑星、太陽黒点、恒星の赤外線放射を計測した。月の温度の測定結果から、薄いダストの層が断熱体路として働くとした。温度の測定により、太陽系金棒の赤色巨星の大きさの決定を、初めて行った。 1943年から1955年の間に太平洋天文学開始の編集を行い二度会長を務めた。ありがとうございます。